趣味はウッドクラフトです。かれこれ22年続けています。個展を開かれたギャラリーでお話を伺いました。始めたきっかけはですね、友人がそれに似たようなことをやってまして、で私もやってみたいなっていうことでアメリカに行きましてからですね、アメリカでも見て、あ、これは楽しそうだと。細い方の電動糸のこの刃は隙間をどうしても小さくしたいという時に使うものと、もう一つは薄い板を切る時に使います。それから厚い板を使う場合には細い糸のこでは折れてしまいますので、少し厚いものを使っております。馬っていうのは常に蹄鉄がついてるんだ。だ蹄鉄の中から顔を出してる、これは面白いということでですね、それをそのままウッドクラフトにしてみました。アメリカの国立公園周りをしてた時に手に入れたアメリカの松でございます。失敗するっていう時も時々あります。薄い木にですね、薄い木を糸のこで電動糸のこで切るときにやっぱりのこばですから振動があるわけです。そうすると細かい細いとこを切る場合にはその振動だけで木が折れてしまう。そうしますとですね、もう一箇所折れてしまうと全体がダメになっちゃうということでですね、作り直す場合がありますので、そこの部分が非常に大変ですね。僕のパートナーになってる人たちに対しては何年もこう継続的にクリスマスごとにあげてましたので、持って行ってくれると上がってお茶をごちそうになって話してきてですね、友達作るには非常に役に立った。見ていただいた方から微笑みをいただけるというのがですね、自分として最高に嬉しい。門田さんの工房では今日もプレゼント用の作品作りが続きます。